で、ここから、アルフレッドに狙撃されたとこまで戻るんですが、まずこちら、戦車の置いてあるね、部屋に行きまして、で、犬が2匹いるんですが、無視してもらって結構です。で、こっち出ると、ここ、最初にね、砂虫が出てきた、ここに来ますんで、はい。で、またこっちから入ります。でね、狙撃されたところまで行きますと、ここにね、犬が2匹いますんで、まあ倒しましょう。何回かまた来るんでね、ここ。はい。でね、こう階段登りますと、インディゴブルーのね、さっきのね、イーグルプレートをはめるところがありますから、はい。ここですね。はい、ここにはめてください。で、はめますと中から、バイオハザードカード、インディゴブルーのバイオハザードカードが出てきます。あ、エンブレムカードですか。はい。でね、ここから地下に行くわけですが、私はちょっと、アイテム整理をね、します。ゴードルガーはね、まだまだ使わないんで、はい、置いておきます。で、はい、これだけアイテムがあったら十分でしょう。で、またさっきのところまで戻りまして、はい。で、ここは地下に行くわけですが、はい、階段降りたところね、網が張ってあるところ、ここ、ね、ここから入りますと、ここから階段降りて地下に行けますんで、はい。え、これは、まずは、目的は2つあってね、まず、はい、これのエンブレムカードを使うっていう目的と、あとはね、今後、もうすごく頼りになる武器、グレネードランチャーを取りに行くというね、二つの目的があります。はい、ここのね、はい、ここも使いまして、エンブレムカード、で、グレネードランチャーを取ってください。ね、このグレネードランチャーはすごくね、優秀というかね、頼りになると。で、ここのね、グレネード弾も忘れずに、はい、取ってくださいね。あとちょっと寄り道しまして、ここの部屋に入ってハンドガンの弾を回収していきます。まあね、ずっと後の方にクリスでここ来ますけど、まあ、クリスの時ハンドガンじゃなくてショットガンの方をメインに使っていきますんで、まあクレアの方でね、取ってもらえばいいかなと。はい、ここでね、はい、戻りまして、ここから次こちら、ね、さっき来たところじゃなくてこちらの方に来て、エレベーターに乗ります。はい、これ2階に行くんですね。はい、2階へ参ります。ね、2階行くと、ここもね、エンブレムカードが使えますんで、ここ使ってください。でね、ここ使うと、エンブレムカードがね、もう必要ないから捨てれるんで。はい、このように捨てれますんで。でね、このゾンビはね、まだ動きませんけど、動くの、ね、何でしたっけ、陸軍の証と、ね、絵の番号を確認すると動くんで、確認する前にまずはアイテム回収と、ね、グレネード弾を回収しまして、あとはここにあるね、グリーンハーブ2つも回収します。はい。で、ここです。陸軍の証回収しまして、はい、この画面で右の方の人骨の絵に合わせていただけると、はい、番号が確認できまして、換気も終了しますと。でね、換気が終了したということで、さっきのね、部屋に戻ります。で、こっからね、出ていただけると、
はい、さっきね、エンブレムカードを取ったここに出てきますので、こっちからね、はい、戻ってください。はい、ここですね。で、ここでね、バイオハザードカードを使うと必要ないようだ。はい、で、これ捨てまして、はい、奥まで来て番号1126入力します。するとこの部屋に入れまして、とでね、人骨の絵っていうのを回収する前に、こっちのね、硫酸弾を必ず回収しといてください。はい、でね、こっちに回りまして、人骨の絵を取ります。取るとね、イベント、はい、これでバイオハザード発生ということでね、貿易、シャッターですか、はい、まあ45秒、ね、こういうタイム制限がありましてね、焦るでしょうが大丈夫です。このね、階段のとこまで行けば大丈夫なんで、焦る必要もありません。階段降りてシャッターをくぐるんじゃなくて、このね、階段のとこまで来たら、はい、あとは勝手に来ますんで、はい。